はい、フラットチャンネル始まりました。今日はですね、ママさんと母上の2人でイオンモール白山歩いておりますよ。ご飯を食べようかなということで、グルメゾーン歩いております。平日でございますね。これはまあね、イオンモール白山の方も食べ物屋さん結構たくさんあるんで、いろいろ楽しめるんですが、本日はね、ここずっと歩きまして、左側にニューオープンということでね、そうこちらでございます。こちらですよ。今日はハワイアンのニューオープンのお店、こちらにお邪魔したいと思っております。ハワイアンですよ。なんかね、美味しそうでしょ。で、新しくできたお店なので、チェック兼ねてお邪魔します。今日あれを食べてみようと思って、これあれですよ、あれ。ニューオープンということでね、ロコモコが半額、3月1日2日690円なので、これをママさんと母上が食べに来ました。花尾カフェイオンモール白山ニューオープンでございます。11時から10時まで、ラストオーダー9時、中休みないのがいいですね、こういうモールの中は。モバイルオーダー式です。モバイルオーダー式ですが、中高年の皆さん朗報です。メニューあります。やっぱりね、このメニューを見てね、見やすいので選びやすいっていうのもありますので、ご安心してください。ただね、オーダーは QR コードで読み込んでオーダーなので、そこは頑張ってください。メニュー見ながら頑張ってオーダーしてくださいね。今度パンケーキ食べに来ようね。はい、はい、どうもありがとう。グレイビーソース、うん、どれでも。いただきます。おいしい？ね、ポテト冷めたら美味しくないから、先ポテトの方がいいよ。
スプーンが食べやすいよ。なんか、うん、デミグラスソースにしたんや。お母さんのハンバーグはデミグラスソース、私はグレイビーソース、ハワイのソースにした。うん、見た感じそんなに多く麺かってんけどね。見た感じそんなに多く見えんかったけどね。食べたら結構ボリュームあったね。あ、パイナップルめっちゃ甘かった。最後パイナップルやわ。ごちそうさまでした。今度これを食べに来なかね。大好きやろ。エクスシングス にとるわ。これでもいいわ。ごちそうさまでした。というわけで今回はイオンモール白山にできましたハワイダイナー花尾カフェ、ママさんと母上でお邪魔しました。とってもねハワイアン感じて美味しかったです。それでは皆さんまたね、バイバイ。